はい、こんにちは、もこじです。はい、今からね、家具型の方で、撮影第1弾というところで、スカルドアスマイルさんのちょいグロ、今ね、直してもらったやつが帰ってきたんで、これを今からテストして、ね、いろいろとやっていきたいと思います。でね、この他にもスカルギルとがトップフェイス、この3つね、スカルルアースマイルさんのルアーのご紹介を兼ねてスイムテストをかけて、初の試みでちょっとここでテストしてみたいと思います。では行ってみよう。スカルルアースマイルさんのこの上の方のね、3つ、まあ、ここにバイブレーションとかもあるんですけど、まあ、これは今回はちょっとやらずに、この上のちょいグロ、まあ、こっちのは赤ヘッドのちょいグロです。でちょっとね、リップとかも今スカルドさんが販売しとるやつよりもちょっと改造して、まあ、こっち流にちょっとだけ改造したものになります。でこれがスカルギル、これはそのままのノーマル状態のままです。そしてこっちがトップフェイス、これを今からね、泳がせてみたいと思います。で、まあ、個人のね、トップフェイスはこんな感じで、フロントフックが2番で、リアフック4番、そしてブレード付きにチューンアップしてあります。これはね、スカルさんのテスト用のね、試作段階のやつなんで、まあね、今現行売っとるものとちょっと若干違いはあります。はい、じゃあこれでね、あ、でフックとか交換してある分ちょっと潜ります。そのフックの重みとかそういう風なところがあるんで、ウェイトがね若干変わってるんで、でもこうやってゆっくり巻くと、背中出した状態でこんな感じで泳いできます。で完全フローティングですね。で早巻きすると10センチ15センチを潜った状態で泳いできます。で止めるとすぐにファッと浮き上がります。こんな感じですね。でこれを今マコジーはねちょっと考えているのは、もう少し潜らせたいな、もう少し浮き上がるのをゆっくりしたいなっていうところで、ほい、今度は 3.5 グラムのシンカーアイン、フロントのアインにつけてやってみたいと思います。そして浮き方もシンカーの分ゆっくりになるし、沈む深さも深くなります。これで30から遠投してラインがたるんとる状態やったら30から40ぐらいまで潜るように潜ってますね。通常こんな状態でちょっとね、足元高いところで今やってるんで、ほぼほぼ10センチ15センチっていうところを来ますけど、ね、もっとこう水面につけてやると、今これで30センチオーバー潜ってます。見えないですよね、ポカン。はい、こんな感じになります。でこの辺はね、シンカーで簡単に調整できるんで、その使う場所でやっていけばいいかなと。でキラキラ
お尻のキラキラもちょっとは見えてくれとるかな。固定カメラでやっとるからね、ちょっとねわからないんですけど、ほらキラ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 、お尻振りながらキラキラしてきますっていうので、これがナマズ大好きです。はい、今度はこんなスカルギルですよ。スカルギルは、ノーマルバージョンのそのまま購入したままです。色はこんな色で、ではまずノーマルバージョンからいきます。よいしょニュマ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 、今のこの状態だと完全フローティングです。で早巻きするとこんな感じ、大体ボディ1個分ぐらいのウォーブリングで来ます。でスカルギルのすごいところが、こう巻いてきてスイッチして止めると90度から下手すれば真後ろ向くぐらいのまで、あまりね回りすぎて後ろにラインから拾ってしまうことも時々あるんですけど、それくらいリアクションバイトを誘発させることは可能やと思います。スーッと巻いてきてチョン、この動き瞬間に飛ぶっていう、これがこのスカルギルの特徴、なかなかこんなんないですよね。スーッと来てチョン、スーッと来てチョンでこれに今マコジが考えているのはまださっきの 3.5、はい、スカルギル 3.5 フロントアイにつけて、でラインを張ってこうやって巻くとその層をずっと泳いできてくれるっていう、進化の抵抗がなくなるんで深さだけ自分で、なんでこうやって普通ノーマル状態と一緒にトップを水面を泳がせることも可能ですし、こんな感じでね水面泳がせます、でツイッチして沈んでいく、であとはこの深さを決めてずっとその同じ層をずっと引いてこれるっていう、これはもうコントロール自分で自由自在です。この深さを決めて一定のところをずっとこうゆっくり、ただし止めると沈んでいきます。あくまでこの状態はシンキングなんで、であとここでツイッチ入れると一緒ですよね、ピョンと横飛びします、横飛びして沈んでいくっていう、あとこの辺は自分の使いたいようにできるかなと、自分なりに注意していろんなシチュエーションに合わせていけるかなっていう、こういう使い方で使うことができるスカルギルです。これででっかいのを取りたいですよね。はい、今度はこんなチョイグロです。チョイグロでマコージーの今のこのチョイグロはちょっとマコージー流にちょっと改造してもらってますっていうのは、このフロントリップがちょっとちっちゃめになってます。まあ、こっちは大きくは S 字を取りたいんで、ボディのうねうねよりもちょっとね、本来スカルさんの目的とちょっと違う
思いがちょっと出ちゃったんで、でその辺でねちょっとこういう風にしてあえてやってもらいました。で通常のやつはあの元ねうねうね系、本当ボディのうねうね系のやつで泳いできます。はい、では今からこれをね投げていきます。うねうね系ですよこれも今完全フローティングタイプです。で投げ取るあのロッドはマゴジーノはアブの HSC682MH ミディアムヘビー6フィート8インチ、ウェイトが4分の1から 1.5 まで。よいしょ。これ、今投げ取るマコジーのこの竿の硬さでもうギリですね。これこんな感じで来ます。で尻尾のところはねあのクラッカー音が出るようにあの作ってあります。頭ちょっと下げて尻尾出した状態で今泳いできます。でウェイトも少しねあのマコジのやつは重くしてもらってるんでちょっとね沈めて使いたいっていうのがもう最初からあるんで、でリップがある分こうやって潜ります。なかなかいい動きじゃないですか。はい、うね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 、なんか存在感すごいですよね。うねうねうね。はい、今ねここのあのフロントフックのこののところに昨日もあの実は同じことをやってるんですけど、でこの状態でやったらマコジが一番ちょっとねあの好きな動き的にちょっとなったんで、これでマコジの場合はやってみようかなと。でお腹にはここあの 1g のこれ進化貼ってあります。まあこの辺はねあの自分の好きなように注意してもらえば大丈夫だと思いますよ。完全オリジナルなんでね、あの自分のオリジナルのマコジーは浮き上がりを抑えてゆっくりと引きたい。なんでもう少し重くてもいいかな。これ5グラムあれつけないか。この手の5は持ってないけど、完全フローティングなんで、ああ今いい動き、あまりボディをうねうねさせずにスローで30センチぐらいのところを引きたいっていう、10から30ぐらいのところをちょっと引いてみたいなというのがあって、今このチューンにしてます。これをお尻につけてみようか。まあ、この辺はね今あのマコジーはまだ模索段階なんですけど、お尻沈みパターン、どっちかってこっちの方がいいんかな。すー、あーでもちょっと違う、なんかどっちつかずやねあ
これがいいかもな。この辺がいいかも。まあ今は目次はね、こんな風にしてちょっと使っていこうかなというように思ってます。お尻パターン、今はお尻パターンですよ。お尻 3.5 ですよ。水面直下をこんな感じで切ると。はい、いかがでしたか。今ね、ルアーの方を泳がせてみたんですけど、今ね、この3個まずトップフェイス、そしてスカルギル、そしてチョイグロね、この3個を泳がせてみました。でね、スカルルアースマイルさんのこの3つともね、ルアーやっとね、マコジーの手元にこう揃ったんで、今からこれで株型、今年度は攻略して、このビッグベイト系でね、なんとかいろんな魚を反応してくれるルアーを手に入れたんでね、どれが反応するかまだ未知の世界です。でこれで今から今年度はやっていきたいと思います。で今回はね、第1弾としてこのスカルルアースマイルさんのルアーを泳がせてみたでした。それではね、またこれから2020年株型攻略頑張っていきます。それではまた、チャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。それじゃあバイバイです。